よーっし、元気になってきた。はい、サンシャイン指名結果発表。45,072 ポイントで 13,553 位です。はい、よし、オッケー、いつも通り。ということでね、累計イベントポイント、45,072 ポイント。イベントポイントランキング、13,553 位。ハイスコアランキング、2627位へ、無事、金トロも戻れましたし、そして、いつも通りね、2万以内は取れましたので、もう結構、10万じゃ1万くらい差開いてるから無理だね。オーダーが39,000なんで余裕ですね。はい、やりました。そして、こっちのボーダーも136万なんで全然余裕ですね。141万出たので余裕でございました。ということでね、いやー、いいんじゃないですか。今回はね、やりきりましたね。すっきりしました。45,000 ポイントで、ジュエルも回収しましたし、45,000 ポイントでのジュエルも回収しましたし、で、ね、2万以内取れたんでジュエル250個も入りましたし、でね、ハイスコアの方もね、初日に、フルコン取ってからね、そのままのフルコンのやつでハイスコア取れました。ハイスコアでも筋トレ取れましたし、何より今回のイベント、通常楽曲もイベント楽曲も全部等倍、2倍も3、2倍、3倍、4倍、1回も使わずに全部等倍だったんで、めっちゃくちゃランクが、このランク対、まあプロデューサーレベルかな、プロデューサーレベル対になってからでは久々にめっちゃ上がったね。今ももう上がるでしょ。もう、あと200ちょっとで上がりますけども。3ぐらい上がる。これ含めて3ぐらい上がるんじゃないですかね。結構上がったね、今回は。なんですか、見てみると、マスプラを結局105、6回ぐらいやってたんで、7000経験値ぐらい入ってたんで、結構入りましたんでね。で、今回はめっちゃやりきったよ。めっちゃいい感じでした。めっちゃめっちゃ良かったです。はい。なのでね、満足です。そしてね、ランクもね、いっぱい上がったんで、僕はね、とても嬉しかったです。ということで、皆さんのね、結果はどんな感じだったでしょうか？走った方、走ってない方、サボった方、いろいろいると思いますけれども、まあぜひぜひね、コメントの方でね、どれだけやりました、ハイスコアはどんなんでした、なんとかなんとかで、っていうのを、ね、教えてもらえると嬉しいなと思います。ということで、この後ね、もう一本ね、動画撮りますので、この動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして、グッドボタン、よろしくお願いします。では、さようなら、バイバーイ。いや、マジで、温めたの、できたな。やったね。